はい、皆様こんにちは。ニーヤン、あんたの誕生日にホームラインのなんかお台場でプリいいプリやるんだって言うんだけど、あんたチケット買わなかったんだってね。あ、そう、いや冗談じゃ、あ、しょうがないね、高いから、私もう売り切れだってさ。じゃねー。